はい、皆さんこんにちは、こんばんは、鈴木です。よろしくお願いします。で、今回はバキチャレンジ第2弾ということで、洋服をね、再建好きとかで削るやつあるじゃないですか。で、あれも、まあ、バキのシーンでも出てくるし、で、まあ、よくボクサーとかね、あの空手の人とかやってるよ、まあ、漫画とかでもよくありますし、あ、ボクサーの人がやるときは結構、まあ、あれですね、グローブつけてやったりとか、することが多いと思うんですけど、今日は何本削るかみたいなチャレンジで、やってみようかなと思います。で、まずとりあえず1本試しにやってみて、消えるのかどうかやってみてですね。で、そこから、ちょっと本数をこう増やしてチャレンジしてみようかと思います。はい。あと、グローブをつけてやるパターンと、グローブなしで素手でやるパターンがどれぐらい違うのかというのに、比べていきますので、ちょっと参考にっていうかね、まあ別に参考にするようなことじゃないんですけど、まあちょっと、今後ね、そういうのを見ることがあったら、まあ、こういう違いがあるんだよっていうのを覚えてもらえるといいんじゃないでしょうか。はい、では、早速、やってみます。はい、じゃあまず1本、消してみたいと思います。おお、一発、まあ、10センチぐらい離して消せました。はい。じゃあここからちょっと本数を増やして何本一回に消せるかやってみましょう。はい、消せない本数セットしてもしょうがないんで、とりあえず3本5センチ間隔ぐらいで置いてみました。やってみようと思います。おー、見ました。2本消えた。いけそうな気がします。あ、すごい、真ん中だけもう一回、いい感じ。この何回だ。ああ。とりあえずそんなに本数いけなそうなんで。3本、これ、消すの素手で目標にやります。もう消えそうな気がします。うまくいく。おい、惜しいんじゃない。おお、見ました。ちゃんと引き手ができてると消えましたね。ちょっともう一回やりたいな。ちょっと被害の数で。消えました。じゃあ今度はグローブはめてやるとどれぐらい違うかやってみます。8オンスのグローブです。普通にストレート
適当に打っても結構消えました。まあ、これがどうだろう、もしかしたら広瀬すずさんが芸能人の、はい、が CM で、確か広瀬すずさんだったと思うんですけど、 CM でこのグローブで誕生日のケーキのロウソクを一気にバッと21本用意された分の20本消したんですよね。あのこう長方形にロウソクが20本並んで、あれ多分16オンスだと思うんですよね、グローブが。でもしかしたらあれよくみんなネットでね、あの CG だって言ってると思うんですけど、結構フォームも良かったしスピードもあるような感じだったんで、もしかしたら16オンスのグローブだと、まあ、今これ8オンスなんで、この半、今これ半分ですよ。で、これの2倍の体積があるグローブを多分つけてたと思うんですけど、あの大きさ的に。なんで、もしかしたら、まあ、ワンチャンあるんじゃないかなと思いますよ。あの CM、今の感じだったら。全然、今、割と普通にサッとこう出して、まあ、2本消えましたからね。あの感じで普通にやってたら2本は消え、1本は消えるかもしれない。で、トークの3本目も、まあ2回目、もう1回、そろそろ出した感じだけで消えたんで、まあ普通に、本当にまっすぐ出しただけですからね。はい。まあもしかしたら、グローブはめて、やったら、有利かもしれない。です。はい。まあこんな検証結果。まあ、ちょっとね、条件が違うっていうか、まあ、ぶっちゃけ結構20本とかね、並べるのがすごい危ないんで、やんないですけど、はい。まあ、ありえるんじゃないでしょうかっていう、まあ、検証結果でした。はい、ということで、ろうそくチャレンジ、やってみましょう。はい。まあ、皆さんも安全に取り組める環境があったら、ぜひちょっとね、やってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。しっかりと、周りに配慮して、はい。事故とか、怪我とかしないように。で結構、こういうパンチとか、正拳突きとかを空打ちすると、結構ちゃんと打てる人とかは肩痛めちゃったりとか、することもありますんで、はい。そこは本当に怪我とかはしないように、しっかり注意してやりましょう。はい。今回のマキシャレは、とりあえず、ろうそく3本でチャレンジしました。以上、まあ、成功で。はい。今日の動画、ご視聴いただいてありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ではまた、こんにちは。